こちらの作品は平行世界です。時系列的に小悪魔編と同時刻に起きてる物語です。物語を理解しやすくするために、アナザーストーリーエピソードちなみ、2期、第5章、乱心天雷楽趣味編、第10話、運命の分岐点をご視聴することをお勧めします。また、モブキャラが新キャラとして登場します。どうぞゆっくりしていってね。はじめまして、小悪魔です。この世界は、もしもあの時、私がちなみちゃんに声をかけていたらどうなっていたのか、その先の世界線の物語です。私は記憶を失い孤独だった。そしてちなみちゃんは親友と離れ希望を失った。私たちは互いに必要としているものを持っていた。そう、言ってみればこの世界は、泥がきっかけとならなかった世界。それによってどのような影響をもたらすのか。一緒にこの先を見てみようか。幸せを手に入れるためにちなみちゃんと一緒に歩んだ。私たちの頑張り物語を。ふう、そこ座ってください。あ、はい。え、なに？お友達連れてきたの？うん、ちょっと二人で話したいからご飯遅めでお願い。はいはい。すみません、お待たせしました。さなえちゃんじゃないわね、誰かしらあの子。まったく、そろそろ彼氏の一人や二人紹介してくれてもいいのにねー。まゆみも仕事ばっかでダメね、一体誰に似たのかしら。まずは私のことを教えなきゃですよね。私の名前は七瀬ちなみ、高校3年生です。実はさっき、大切な親友と離れることになってしまいましてね、それで思わず感情が爆発してしまって、本当に、私にとって大切な人でした。この感情を誰にぶつけていいのかもわからない。抱きしめてくれる人もいない。ただひたすら泣くしかなかったんです。もう、誰も愛することも愛されることもないのかなって、いろんな気持ちが溢れてきて、正直、心の底からもうダメなのかなって思いました。だけどそんな時、あなたに救われました。私は何も。いいえ、そんなことありません。私は誰かに、大丈夫と言って欲しかった。安心したかったんです。あなたの優しさが、私の心に届いたんですよ。ありがとうございます。助けてくれて。あなたのことを教えてくれませんか？ちなみに、お友達も一緒に食べていったら、どうするの？今のまま降りていったらまずいですね。ちょっと待っててください。ごめん、部屋で食べるから持っていくね。はぁ？なんでよ、ここで食べなさい。私にも紹介しなさいよ。かなりの人見知りなのよ。準備できるまで待ってて、それと今日泊まっていくから、あらお泊まりするの？相手の親には言ったの？言った言った、許可もらったからじゃあね。すみません、お腹空いてますよね。食べましょ食べましょ。そうですか、記憶を失って。さっき、私のことを友達って、あの言葉は本心ですか？すみません。さっきの人があなたのことを怪しんでいたので、その場しのぎで言ってしまいました。そうですよね。すみません。ですが友達になりたい気持ちはありますよ。私でよければ、改めてお願いしてもいいですか？私と、友達になってくれませんか？はい、よろしくお願いします。ちなみさん。ふう、お風呂もバレずに入れてよかったですね。というかどんな美肌しとんねん。姉に見せつけてやりたいわ。ちなみさん。ちなみでいいですよ。どうしましたか？ベッドまで借りちゃって大丈夫なんですか？お母さんはどこで？その心配はいりませんよ。ここってもともと姉と一緒に寝てた部屋なので、母は専用の寝室があります。そうですか。明日朝、母に小悪魔さんのことを話そうと思います。大丈夫です。母は決して否定はしないので、信用して大丈夫ですよ。私たちを信じてください。まずは寝ましょうか。明日から忙しくなりますよ。おやすみなさい。おやすみ。なんか、すごく暖かいや。私でも、愛されるのかな？ということなの、住まわせてもいいかな？はい、うん、まあそういう反応になるよね。わかるけど、結構大変な目に遭ってるみたいだし、助けになってあげたいの。まゆ姉にも協力してもらうからいいでしょ。いや別にダメとかじゃないんだけど、じゃあなんでいい顔しないの？まずその子いくつよ。何歳でしたっけ？すみません、言葉以外わからないんです。多分同い年だよ。いやまあ住まわせるのもいいし、お金の問題も大丈夫だから心配してないんだけど、そうねー。とりあえずあなたは学校に行きなさい。もう時間でしょ。学校に行かせるというのか、我が娘を、早く行きなさい。小悪魔ちゃんのことは大丈夫だから、はいはい、行きますよ。すみません、学校に行ってくるので、その間母と話しててください。きっと助けになってくれるはずなので。わかりました。どんな顔して学校行けば。ちなみ、はい。しっかりね。わかってるよ。行ってきます。行ってらっしゃい。ごめんなさいね。急に連れてこられて不安なことが多いわよね。いえ。ちなみとはどこまでのこと話したのかしら。友達と離れ離れになって悲しいって、ちなみさん泣いてて、それで私。そう、あの子泣いてたのね。相当辛かったのね。ありがとう、小悪魔ちゃん。いえ、私は別に。普段は泣かれないんですか？あの子ね、幸せに対してすごいトラウマを抱えているのよ。トラウマ、ですか？どうして？幸せが壊れることが、大切な人が傷つくことが怖いからよ。私、旦那を亡くしていてね、家族のことを第一に考えてくれる優しい人だった。だけどある日、旦那は追い詰められた。きっと生きていることで私たちに迷惑がかかると思ったのでしょうね。自ら命を絶ったわ。私よりも悲しんだのはちなみにとって旦那は幸せの象徴だったから。幸せの象徴？そうね、なんて言ったらいいのか。
辛い時は慰めてくれる、悲しい時は抱きしめてくれる、怖い時はそばにいてくれる、嫌なことから全部守ってくれた。何でも買ってあげたり、嫌いな食べ物は代わりに食べてあげたり、とことん娘には甘い人だったわ。そんな優しい人が、どうして？優しかったからよ。人を信じ、疑うことを知らなかった。その優しさに救われたものだっていたはずなのに、最後には誰も味方をしなかった。世間は私たちを見捨てたのよ。よく理解していなかったちなみは泣くことしかできなかったけど。姉である真由美は相当な恨みを抱いた。世間に復讐することを誓ったのよ。お母さん、大丈夫だよ。ちなみは私が守る。だからもう泣かないで。お母さんが泣いちゃうと、ちなみも泣いちゃうから。ごめんなさい、変な話をしたわね。強く生きようって、一緒に約束したのよね。それでもう泣かないと決めてたの。あの子は強い、本当に強くなった。だけど心の壁がすごくてね、心のどこかで、どうせ壊れるなら最初からって考えちゃってるのよ。本当は今を楽しみたい、気持ちを打ち明けたいけど、過去のトラウマで踏み出せずにいるんですね。ええ、だけど最近になってその心の壁を打ち破ってくれた友人と出会えて、すっかり笑うようになったんだけど。そういうことでしたか。でも、小悪魔ちゃんが支えてくれたわ、必要な時にそばにいてくれた。あなたさえ良ければ、家族になってくれてもいいのよ。家族ですか。ええ、身寄りもないならずっと家にいてくれていいわ、すべてを思い出した後にどうするのかを考えてもいい、ただ今はあの子のそばにいてあげてほしいの。あの子はきっとあなたのために全力を尽くすわ。そして多くの苦難から守ってくれると思う。幸せを守ることが人生の全てだから。私たち家族は、よく世間から羨ましがられるけど、実際は怯えて過ごしてるのよ。今まで守られる側として生きてきたから、守ってくれる人がいないから奪われる。だから必死で守ろうとしてるの。何かに怯えながら生きる、それは幸せと言えるかしら。私はそうは思えない。だから、安心させてあげてほしいの。もう大丈夫なんだよって、頑張らなくていいの。私に、ちなみさんを支えてあげることができるでしょうか。一緒に笑って、心を打ち明ける。それだけであの子は幸せになれるわ。だから、あなたには人生を楽しんでもらいたいの。あの子と一緒に。まだ世界が怖いわよね。ごめんなさい。だけどきっと大丈夫だから。あ、そうだ。名前を考えなきゃね。名前？そうよ。だって私たちは家族になるんだもの。私の娘も同然よ。あ、リリアなんてどうかしらね。今日からあなたの名前は七瀬リリアよ。あれ、気に入らなかったかしら。だったら別の名前を。違うんです。私、人に優しくしてもらったの初めてで、それに、家族として迎え入れてくれるなんて、もう幸せいっぱいですよ。一緒に買い物行きましょっか。ふう、たくさん買い物しちゃったわね。あ、一つだけ聞いてもいいですか？何かしら？なんで一緒に変装してるんですか？言ってなかったかしら。こう見えて有名な女優だったもので、今でもサインを求められる時があるのよ。せっかく二人で楽しんでるのに、騒ぎになったら台無しでしょ？すごい方だったんですね。ちなみさんのお母さん。こら、さっきから言ってるでしょ。私はもうあなたのお母さんなのよ。ちゃんとお母さんって言いなさい。お母さん。ふふふ、それでいいのよ。そろそろちなみが帰ってくるわね。夕飯の用意しなきゃ、手伝ってくれる？はい。さなえ、またあの子が来てるよ。ちゃんと話さなくていいのかい？あんなに思ってくれる人もなかなかいないよ。怖いのはわかるけど、最後くらい向き合って話したらどうだい？さなえさん。私、怒ってますからね。メールなんかで済ませたさなえさんを、あんな終わり方は最低です。逃げないでください。私、絶対諦めませんからね。直接さよならくらい言わせろ。やっぱりいないか。また来ますからね。何度でも来ます。それでは。はあ、なかなか根性のある子だね。やっぱりあんた愛されてるよ。いい友達を持ったね。分かってます、分かってますよ。リリアさん、あなた学校に行きたい？え？それはさすがに無理じゃ。ちなみは黙ってなさい。どう？ちなみみたいな子が大勢集まる場所よ。いろんなことも学べるし、いろんな人と出会える。だけどいじめだってきっとあるわ。いじめですか？このままうちでずっと暮らすのもいいわ。だけどちなみは成長すれば家を出るだろうし、ずっとちなみについて過ごすわけにもいかないでしょ。自分がどうしたいのか、何をしたいのか、それはいろんな経験をして初めて考えがまとまるものなの。今のリリアちゃんはちんぷんかんぷんでしょ。いいことだけが起きるのが人生じゃないの。辛いことがあっても乗り越える。乗り越えたことで見える景色も変わってくる。そうするとね、何が自分にとっての一番の幸せなのか、望みたいものが分かってくるの。どうしたいのか、今わかることを決めて発言してほしいわ。せかすようでごめんね。だけどちなみはあと半年で卒業しちゃうのよ。つまり決めなきゃ一緒には過ごせないと思うから、一度学校がどんなところなのか、それを見せてから決めてもいいかな。鬼塚先生にお願いするからさ。そうね、それからでもいいわ。だけど羽はどうしようかな。ずっと帽子かぶってるわけにもいかないし。ふふふ、私を誰だと思ってるの？あ、もしかしていける？リリアちゃん。何も怖がることはないわ。今のあなたには私たちがいるの。嫌だったら逃げてもいいの。まずは一緒に挑戦しましょう。基本みんな優しいから大丈夫よ。私がいますから大丈夫ですよ。ちょっと一緒に経験してみましょうか。わかりました。吸血鬼ですって？はい、羽の特徴から一致したのがその吸血鬼と呼ばれる種族です。本来なら信じるような話ではありませんが、過去にヴァンパイアハンターと呼ばれる組織がいたこと、それらを育成する施設が炎上したこと、政治家の連中がもみ消そうとしている情報らしいので、信憑性は高いかと思われます。羽も間違いなく本物ですね。警察といい、本当に隠し事が好きね。吸血鬼の存在がそんなに邪魔だったのかしら。危険度はどのくらいなの？
記憶を失っているそうなので武装した人間よりかは安全です。姉さんのお母様とも仲良く買い物しておりました。問題は記憶を取り戻した後ってことか。ということは他に吸血鬼の生き残りがいる可能性があるってことよね。襲撃の可能性は？襲撃の可能性は低いかと思われます。個体数も減って慎重に動いてるそうなので表に出ることはほぼありません。そう、それなら引き続き監視と吸血鬼に関する情報を集めてちょうだい。あのバカの死体処理は済んだんでしょうね。もちろんです。骨一本残さないのでご安心を。さすがだわね。あとは任せたわよ。はい。まったく、次から次へと。いい加減、私たち家族をほっといてほしいわ。あくまだか吸血鬼だかわからないけど、妹を傷つけたら許さないんだから。Thank you.